ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、釣りに来てるんですけども、まあこの時期ですんで、なかなかクロダイの方釣れないので、ちょっと車で休憩しているところです。それでですね、今回はその 2,3 リーフのですね、充電カードのそのシステムがですね、新しく変わったということで、ちょっとですね、私なりの意見がありますので、それをお聞きいただければと思います。今ですね、今入っているものがこちらの方のカードですね。ゼロエミッションサポートプログラム充電サービスカードスタンダードプラン、これはゼスプと呼ばれるもので、ゼスプ2とはちょっと違うんですけども、一番初期に出たプランなんですよね。で、月に3000円プラス消費税で5年間の契約ということでですね、毎回のその6ヶ月ごとに行われる6ヶ月間点検と12ヶ月点検、それから24ヶ月点検で、あと36ヶ月点検で、そういう形ですね、半年ごととそこ1年ごとの点検の基本料金がですね、無料になるっていうか、まあそれの3000円の中に組み込まれているっていう、そういうカードです。こちらの方ね、初期のリーフを買われた方はですね、このカードを契約されている方がほとんどだと思います。で、それでですね、私の日産リーフはですね、今年の4月30日をもってですね、丸5年のこの契約期間が過ぎるということでですね、次に入るカードはゼスプ3というですね、こういうゼスプ3ですね。ゼスプ3のカードになります。このゼスプ3というのはですね、いろいろこう物議を醸してますけども、私の個人的にはですね、シンプルプランというものが自分の使い道にちょっと合ってると思うので、まあ、月額ですね、500円と消費税でプラスそのかかった分だけの外部で充電した分だけの料金の加算ということで、そういう契約にしようと思ってます。これでですね、普通充電は毎回ですね、自分の自宅でですね、200ボルトの電源引いてますので、そちらの方でやります。で、外で充電するときにはもう仕方なく、まあ有料でですね、10分500円ですかね、そういう課金になると思います。で、多くの方が多分セレクト10とかセレクト20ですね、セレクト10、セレクト20のどちらかに入る方が多いかと思いますけども、それでですと3年契約で契約しますと結構お得なんですけども、途中で解約するとですね、スマートフォンみたいに、まあ、今はもうないですけども、違約金ですね、違約金が発生する時期、その契約期間内に解約してしまうと1万2000円の違約金が取られるということですね。まあかつての、まあ、スマホのその料金の設定みたいな感じでなっているということで、3年契約だとそういう違約金がね、発生してしまうということです。シンプルプランですと月500円ですので、まあ、あとは使っただけということで、違約金、いつ解約しても違約金を取られないということになってますけどね。まあ、普通充電の方はですね、家で済ませますので、まあ、特にその外部で普通充電をするってことはほとんどないもんですから、
まあ、私の使い方でいくと、DISP3 はシンプルプランで十分ではないかと今思ってると思う、そういう感じですね。まあ、遠出するときは、まあ、自宅のですね、ガソリン車をまあ使って遠出したり、もうまあ、それでもですね、このリーフで行くときにはもうその都度、もう課金されるのをまあ確保でですね、まあ、そんなに年に何回もありませんので、なのでまあ、そうやって使い分けていければなと思ってます。で、実際これで3を聞いたときはですね、ちょっと自分的にはこういうふうに OTL ですね、ASCII コードでちょっと、もう人が四つん這いになってですね、こう倒れる感じで、お疲れみたいな感じで使ったりするんですけども、まあ、自分自身ちょっとがっかりしました。こういうプランになってしまうと、いきなり今まで旅放題のね、充電カードを持っていらっしゃる方も、5年間の契約の終了とともにですね、またこう、今で言うと、DISP3 というものに切り替えざるを得ないということでですね、かなりですね、落ち込みます。もう正直、自分の気持ちの中ではこういう感じになって、ちょっとがっかりした感じのプランになってしまったかなと思います。まあ、これも時代の流れでですね、まあ、賛否両論あると思うんですけども、私自身はちょっと残念なプランになってしまったなということで、思ってます。せっかくね、電気自動車をね、普及させるっていう目的でですね、いろいろ各社動いてると思いますけども、まあ、こう充電のですね、デメリットっていうのがどうしても EV にはつきものですので、それらを解消するためになるべく、まあそう、まあ、充電カードのですね、ユーザーが使いやすいような、そういうプランをですね、DISP2 とまでは言わないですけども、まあ、それに準じたものにね、変わってたらよかったかなと思って、ちょっと残念で思います。まあ、これもですね、頭のいい人たちが一生懸命考えて DISP3 というものを打ち出してきたと思うんですけども、実際のユーザーからするとちょっと残念じゃなんじゃないかななんて思ったりしてます。まあ、これでですね、 DISP3 のまあいいところも悪いところもやっぱり含めてですね、今後皆さんね、こういろいろ声を出していただければですね、次のこのデスプ4になる頃にはですね、またちょっと違う、もともちょっと使い勝手のいいプランっていうのが出てくると信じてですね、この動画をですね、ちょっと上げさせていただいたということで、ただね、いろいろこう、言いたいことたくさんあるんですけども、まあ、それはまた別の機会に、するとしましてですね、まあ、日産リーフをですね、今後使っていく上で、まあ、他の電気自動車でもそうですけども、この充電カードのプランの内容がですね、ちょっと合点がいかないななんて思う人もたくさんいると思うんで、そういう声をどん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 上げていただいてですね、より良いですね、充電プランっていうのを打ち出してきてもらえるような、その足がかりになればなと思って、動画を上げさせていただきましたので、今回もですね、まあ、こう日産のディーラーさんとかにね、もう話をしてもやっぱり残念だって、そういうふうに聞いてるお客さんがたくさんいると思います。そういうこと聞いていますので、私だけではなくてですね、皆さんもDISP3 の料金プランはちょっといかがなものかと、あまりにも唐突ではないかと、もうちょっとこう、スローライディングじゃないですけどね、もうちょっとこう段階を踏んでですね、こういうプランになっていくんだったら、まだ私もですね、いきなりそんとこう、はしごを外されたような形ですね、次に電気自動車はちょっと難しいなとか、そういうふうに考えていらっしゃる方も、ね、絶対いると思うので、これは電気自動車を売る
業界にとってもマイナスですし、まあ、そういう意味ではですね、このデス3っていうのはちょっと、もうちょっと掘り深くですね、考えてみて、どうせだったら、自分に合ったそのプランをですね、選択できるようにじっくり考えて契約されるといいかななんて思ってます。まあ自分の心の中はですね、こんな感じになってますので、まあでもとは言ってもですね、まあ個人の力ではなんともならないもんですから、自分なりの意見をね、述べさせていただきました。それでですね、今回はね、これにて失礼いたします。チャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんの声が、届きますように、自分の声、私の声も届きますように願ってやまないという気持ちでいっぱいです。じゃあ今回はご清聴ありがとうございました。マイクでした。で。